北京市内の小学校付近で男が刃物を振り回しその場で拘束されました。この事件で5人が負傷し、そのうち3人が子供とのことです。北京の日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報は入っていないということです。詳細は分かっていませんが、拘束された男は50歳、怪我をした5人に命に別条はないということです。